学校で聞いたんですけど、この辺に1万の家があるって。俺も聞いたことあるぞ。幽霊が出る家があるらしくて、多分そこじゃない？とりあえず行ってみる。行ってみますか。地下こっちの方だった気が。学校のすぐ近くだからね。あ、ここはこれじゃなかったっけ。ここじゃん、やっぱり1万円って1万円って書いてある。このイケメンの家の隣に、超絶イケメンな家の隣にこんな豪邸があったなんてね。これイケメンじゃないです。え、もしかしてノアさん B 線？違う、ユウさん、あれイケメンじゃないですよね。イケメンだろ、イケメンだろ、やめろ。入っちゃっていいのかな、これ。いいよね、張り出してるぐらいだし、1万円って大きく入りました。確かに、まず空いてるのかな。あ、空いてる。普通に空いてるわ。あ、でもちょっと待って、忘れてたけど、幽霊が出るって噂。ああ、忘れてたけど。ってことで、どうぞ。いや、ジャボボさんがどうぞ。ってことで、どうぞ。いやー、お先に。いやー、レディーファーストでしょう。先にどうぞ。めっちゃ背中押すじゃん。どうぞどうぞ。行くか。いいですよ。待って、俺はクリアリングするから。右。OK。異常なし。突入せよ。あ、でも普通だな。意外と。意外と普通。待って、待って、閉めんな、閉めんな、閉めんな。いや、でも、本当に普通だった。普通ですか？本当に普通。うん、なんか、閉めんなって。これ、自動ドアでしょ。これ、自動。ハイテクだね。でもなんかさ、普通絶対家に置いてないようなさ、かぼちゃが置かれてるのは少し怖いかもしれない。確かに。あるね。でも、これ、開かないですよ。てか、中きったね。やばい、結構古びてる感じが。え、待って、結婚ない、結婚があるんだけど。やば、大丈夫ですか、ここ。これ幽霊物件じゃん、これ殺人現場じゃない。結婚物件じゃないですか。これ大丈夫かな。これどうやって入るんだろうね。閉ざされちゃってんの。ちょっと周り、裏口とかあるんじゃないですか。ああ。こんなに大きな形、ね、やだ、雲のせ、えい、あ、ジャンプできなかった。ちょっと待って、ちょっと待って、えい、あ、でもなんか通じてるっぽいね。あ、ほんとだ。お、なんか見えるか。見えますか。塞がれてるな。なんか見えると思った。まあ、またもう雲のせ。お、うまくいった。よいしょ。あ、ここも閉ざされてる。怖っ。徹底してるな。待って、マジ怖いんだけど。密室殺人事件だ。密室殺人事件か、これ。怖っ。だとしたら犯人中にいるかもしれない。待って。確かに。あ、全部締め切られてる。ここ塞がってるわ、ドアあるけど。完全な、マジ密室。どうしましょう。どうしよう。入れないの？鍵とか、隠し鍵みたいな。隠し鍵とかレバーとかないですか。あ、レバーはなんかさ、いや、でもあれは違うかな。かぼちゃのさ、手がレバーだった気がする。えい、ポチョッつったけど、あ、いかないな。そっちは開いてるかな。あ、開いてます、開いてます。マジ、何そのトリッキーな、トリッキーな感じ。カラクリ屋敷みたいな感じの。何で開いたの？お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。これ閉まったりしないよね、ちょっと待って。やば、恐れる恐れる。一人ずつ行こう、一人ずつ行こう、一人ずつ。あ、大丈夫か。おい。大丈夫ですか？ガチャン！うっ！ごめんごめんごめん。あめんな、クモロス。もう最低だよ。僕ら入んないといけないじゃん。あ、なんか、樽がある。本当だ。スイカ、人参。樽？なんか普通に食料が入ってるな。生活感がちょっとあるわ。誰かいたの？普通に食べれそう。普通に食べれそうだよね。ここはなんだろうな。あ、入れますね。入れますね。え、誰が行き、
じゃあ私が行く。マジ？じゃあ私も行きます。やばっ、小物だらけ。これはやばそうですね。これはやばいね。え、靴脱ぎたくない。確かに土足で上がるか。いやでも失礼だからちゃんと脱いでこう。え、てか、え、待って、入ってるの、ね、靴。上履きが入ってるぞ。上履き入ってる。学生なのかな。学生。でもちょっと古そうじゃないですか。で、やばい。これさ、結婚がさ、あそこの扉まで続いてるんだよね。ポツンポツンポツンって。誰かいないか聞いてみてくださいよ。いや、帰ってきたらどうする？いましたー。怖い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 。探索してみる？しますか。でもあそこの部屋はやばそうだから、後回しにしよう。そうしましょう。絶対あそこはやばいから、ちょ、雲の巣多いから気をつけてね、みんな。空が低がる。絶対。あ。あ、これ上があるね。すごい、すごい。2階、いい感じの間取り。え、でもこれ一番でしょ。やばくない？今思った。やばい。掃除すれば普通に綺麗になりそうだ。これチェストか。なんだ、なんか染料がいっぱい入ってる。た？たって書いてある。え、これ待って。チェスト4つある。これ絶対助けてって書いてあるやつで、絶対そうだって。これホラーマップいっぱい経験したけど、これ助けてって書いてあるやつで、絶対。確かに。嫌ですよ、見たくない。ピ。ピ？タピ？ピ？タピ？ピ？タピ？タピオ？お？タピオか、JK が住んでる、ここ。あそこおかしいです、もう一個。反対側のちょっと部屋見てみようか。見てみましょう。で引っかかってる。変わった変わった。雲とかいんのかな。怖っ。ここは、あ、トイレかな。トイレですね。あ、古いタイプのトイレだこれ。木でできてる木製のトイレなんだけど。木製。やば。木ね。うちってバカ野郎。そっちは？あ、ちょっと赤い。あ、でもちょっと、え、なにこれ、なにこれ、謎の卵がある。やば。謎の卵がある。虫の卵か、これ。なにこれ、卵、これなにこれ、怖すぎない？絶対何かしらが産んだよね。あ、なんで卵の上乗んなよ、普通に。卵の上乗るな。あ、壊せた！怖い怖い怖い。あ、踏めるってバカ。え、なんで割れた？怖っ。あ、怒られる。いや、なんで割れたって、それは卵の上に乗ったら割れるだろう。全部見ちゃったね。じゃあもう、行きますか。ね、ちょっとさ、今さ、この蜘蛛の巣便利だなって思うのを見つけたんだけど。ほら、この上からさ、ジャーンプしても。あ。死んだぞ。あっていう夢を見たから、やっぱ降りるわ、こっちから。なんか、降りるとき蜘蛛の巣に降りれば大丈夫な気がしたけど、ちょっとやっぱ危ないから、そういう夢見た気がするから。うん。普通に降りる。危ない危ない。え、なんか閉まった扉。気のせい？ね？いや、開いてなかった、あそこ。あ、空かい。空かい！あ、これ中からは出れるんだ。出入りできるんだ。びっくりした。じゃあ、やっぱここだよね。ですね。いや、覗いてみていい？見てください。いや、これマジ怖いよ。みんな戦闘態勢でね、マジで。パチョ。ね、普通の部屋だね。あ、でも普通だ。なんもない。やかしめないで！それやめて、さっきから。本当に怖い。扉の音マジ怖いから。でも、普通な部屋だわ。なんもない。
わーうわ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 なにえ、あ、ちょっと、締め出されちゃった。